それではお待たせしました。ただいまからバードサフライドチームロコをただお始めさせていただきます。それでは皆さん改めましてこんにちは。本日は竹川花鳥園にご来院いただきまして誠にありがとうございます。ただいまからバードサフライドガイド走りロコフナバを始めます。この時間では少しだけなんですけど走りロコのお話をねさせていただいて、皆さんにちょっとでも走りロコをね知っていただいて興味を持っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。で、シェアドが今起こりますね。種類が走りロコって言います。名前がフタバです。女の子の走りロコですね。今年齢が4歳、だいたい5歳ぐらいのまだ若い走りロコです。どうもお辞儀をするのが走りロコたちは親愛の行動だと言われています。で、担当のスタッフが6人いまして、みんなにねこうお辞儀をしてくれます。結構頭もね良くて、担当じゃないスタッフと担当のスタッフはしっかり見分けがついているみたいですね。みんな同じね制服を着てるんですけど、担当じゃない人が来てもお辞儀は全然しないんです。逆に走りロコ、フタバのこのお部屋自体フタバの縄張りになっているので、担当じゃない人が来ると威嚇をしたりします。それぐらいしっかり見分けはついてます。で、お客様に対して威嚇はねこう見ててもしないと思うんですけど、これもちゃんとねでもお客様だっていうのが分かってるんじゃないかなと思います。賢いな、あんた見てますか。どうもお辞儀しますね。これなんでこうお辞儀をお願いするかっていうと、僕さっき親愛の行動だと言ったんですけど、これが野生だと走りロコ同士でやる行動なんですね。もともと人間にするような行動ではありません。で、なんでこれをするかっていうと、繁殖期ペアになる時ですね、夫婦になる時にお辞儀をし合ってペアに、ね、なると言われてます。で、野生での生活が常に群れで生活をしたりペアで生活をしている鳥さんではないんです。繁殖期だけペアになって子供が育つとまた離れ離れになるそうです。基本的に野生では単独で1羽で、ね、生活を行っております。なのでここに利用し合ってペアになるというわけなんですね。今こう僕がお辞儀をすると頭がこう振ってるだけなんですね。あんまりこうお辞儀を今打ったかどうかちょっともうやる気がないみたいですね。朝一番会った時がね一番お辞儀が深いんですよね。今日何回か僕顔を合わせてるんで、なんかだんだんね面倒くさくなるのか、お辞儀をねあんまりしなくなってきますね。首を振るだけになりますね。こういう時は30分以上空けてから折り返しに来るとまた何回かお辞儀をしてくれます。でも、ね、もうしなくなります結構あっさりする時もありますね。じゃあ皆さんどうでしょうかね。走りロコっていうとに去年2019年、僕たち自身では結構な盛り上がりを見せた鳥なんじゃないかなと思ってまして、実は竹川花鳥以外にもね飼育をされてる走りロコをたくさんおりまして、日本全国で14羽飼育をねされております。で、実は去年走りロコの本がね出てるんですよね。当園もねちょっと協力をしたんですけど、こういう走りロコの全てっていう本が出てたりねとかね、あとはフタバちゃんだけのフォトブックが実は出てます。で、これ竹川花鳥園で出したんじゃなくて、あと出版社さんからどうですかってお話があってね、フタバちゃんですねこっちにこっちもフタバあるんですよ、実はすごい。そうね、これで出してます。で、今日こっちが全国の走りロコのね、
言葉を載ってます。うちは船場ちゃんだけと、あと滝川課長へのスタッフのこととかもちょこっと載ってるので、あ、お姉さんそこね、フォトブロックスもね、準備してよかったら写真撮ってくださいね。これでもね、実はこれ去年出た本なんです。結構ね、去年は走り録音いっぱいに書籍も出まして、メディアにもね、いろいろ取り出されたのでね、知ってる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、実際でも、今日初めて走り録音を見たよって方はどれぐらいいますかね。よかったら手を挙げて教えてください。あ、結構半分ぐらいは今日はじゃあ初めましてですね。もしかしたら手を挙げてない方は普段は何回か会ったことがあったりね、他の動物園とかで、ね、見たことがあるのかもしれないんですけど、最初に走り録音